日本東京都練馬区、向山向山は東京都練馬区の町名。現行行政地名は、高山1丁目から4丁目。住居表示実施済み区域である。郵便番号176-0022。練馬区の南東部に位置し、周囲を、春日町、中村北、練馬、ぬくいなどと接する。旧遊園地、豊島園があり、石地川が東流、西部池袋線。 目白通りも通る。最寄り駅は、豊島園駅、西武池袋線中村橋駅、練馬駅である。低層住宅が密集し、境いな路地が多いが、おおむね完成な住宅街である。ちなみに石神井川は、旧豊島園の敷地内へと貫いている。尾崎豊、十五の夜の舞台、高山公園もある。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は、 以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。住宅地の地下は、2015年1月1日の工事地下によれば、高山3の15の27の地点で36万9000円、平方メートルとなっている。地名の由来は、地名は、練馬城から見て石神川の向かいにあったことに由来し、古くは、向こう山と呼ばれていたとする説が、 一般的である。旧、武蔵国豊島郡上練馬村、商明高山。1889年の市政町村制止工事に、大浅城練馬の東高山、西高山、北、高山、向山が宿などの字に分割された。大正時代から昭和時代初期にかけ、山形県人を中心とした文化住宅地として、豊島園の南に、 城南住宅が開かれた。1932年の板橋区成立時に練馬高山町となり、1949年1月1日に冠を外して高山町となった。1965年4月1日に住居表示を実施して、現行の高山1丁目から4丁目となった。板橋区成立時の町名解消は以下の通り。高山1丁目は、 中村橋駅、高山三丁目は、豊島園駅と接してはいるものの、所在地は、中村橋駅は、ぬくい一丁目で、豊島園駅は練馬四丁目になる。尾崎豊、15の夜の舞台になった頃の練馬区、高山公園石神井川が近い練馬区立、高山公園は、尾崎豊、15の夜の舞台になったことで知られる。ありがとうございます。